山博のビカイチラジオ、えー、金曜日の夜皆さんいかがお過ごしでしょうかこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですはい、えー、今日もおなじみのメンバーで <laughs> そうですね、はいえー、頑張っていきたいもう食べた半分あ<ー>食べましたカロリーの高そうなパンも食べましたねあん、えー、ドーナツみたいな中にね、うんうん、あのー、マーガリンがね、うん、バター入りマーガリンがドーン乗ってるんですわ バター入りマーガリン。はい、バター入りマーガリン。マーガリンの中にバターが入ってる。そうですね。はあ。すごい。真っ白な塊がね。うん。まあ、味は間違いないよね。もう美味しい。もう絶対美味しい組み合わせ。結構僕でも最近ちょっと運動始めたんで、運動でもちょっとですけど、ちょっとかっこいいや。何始めたんです。お、ちょっとと。ちょっとってどうでう。ほんまにちょっと。腕立て伏せも、あの広げて。 20回狭めて20回ほんであの腹筋はちょっと足を上げて、うん、ちょっとぐーっと何分かみたいなちょっと頑張ってみたいな<ー>これはもともとはそんなんするつもりじゃなかったんですけど、うん、今ちょっとストレッチをね、うん、初めて、うん、あの本出てるじゃないですか開脚のやつね。何週間で開脚できる 4, ?4 週間で足がバーンって開くようになるっていう本。 うちの子がそのメニューをやってたんですよそのなんかタオルを使ってね足にそ,そうそうそう。<ー>ええなんかやってんねやと思ってバレーをやってるので柔らかい方がいいやろうというので<ー>ほんでもうベタッと開脚お腹ベタッとついて、うん、そこから前に行ったらあの足グルンとなるやつあるじゃないですかそのままはいはいはいこのまま足がう,、ね、うわ でできるんすよすごいなぁ言うててで僕たまたま新幹線乗る時に駅の本屋さんでパッと見たらストレッチあこれかなと思ってこうってこれやと思ってちょっと密かにやっていつか子供の前で開脚できるでっていうのを見せようと思ってその過程は全然もう見せずにやってる素振りも見せずに。 いきななりってやつんとなくちょっとだけね隣で1回だけはやったんですよ。え言うて実はめっちゃやってんのに、うん、めっちゃやってもまだ、まあ、今まで1週間まだ経ってないない<ー>、うん、ほんでそのせっかくストレッチをこう毎日定期的にちゃんとやるようになったので、うん、あこの流れで軽く腹筋と あの腕立てだけやっとこうみたいなんですごいね、はい、なのでちょっと運動した気になってるんですよかる,かる <laughs>、はい、全然ちゃうでしょでもあのねなんやろうちょっとこう締まってくるやんみたいな<ー>、はい、感じがあれあのー、あれ腹筋する時に、はい、僕あのー、ほらタムケンとかと一緒のところ行ってたじゃないですかしばらく、はい、あの時教えてもらったのが、はい、まあ地面寝るやんか、はい、寝ますねねんねんけど足をこれ,これ何度っていうのこう 上げる、それ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 。まっすぐ上じゃなくて膝を曲げて、膝を曲げて、椅子ひ、椅子曲げるんですか？膝ま膝曲げるでごら椅子座ったままひっくり返るみたいな感じ。そう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 体勢ですね。足はね。はい。それで寝て、でこう息を呼吸しながら十回やって、十回目だけ早く一二三四五六七八九十。 だいて、はい、で、ああってゆう暮らしを下ろすっていうのを、何セットかやらされたね。それがいいんですよっつ<ー>って、<ー>僕はなんか足をこれも上げて、<ー>ほんでもう。うん 体もちょっとこう上げて、くの字みたいなんでの、ちょっとこう。僕、あんまり分かってないので、どこがきついかな、調べるために足をちょっとずつ上げたし、あ、ここきついわとか。<ー>で、ちょっとそれで、ふうと、ちょっとだけ下ろしてとかを自己流ですけど。うん、まあ、やらんよりかはええかなと思って。はい、うん、ちょっとやっとた。まあ、そうしたら、それぐらいカロリーの高いものを食べても、ね、<laughs> も消費するんですよ。ちょっと痩せてもきてたので、うんうん、その、なんやろ 筋肉をもっぺんちゃんとつけるというのと柔らかくするというあれなので痩せるのはもうすぐねご飯忘れるから痩せるんでごはん忘れるそれよく忘れます僕あ今日食べてないとかへえ何なのそれストイックやんんか一生懸命考え事とかやっててそれもあるんですけど基本やっぱりポンと忘れちゃうというかへえ でも<う>あの山広さんにいただいたトマトソースでパスタを、うん、パスしましたか、はい、まあ言うても僕は湯がくだけですよ湯<や>がいてそのトマトソースに何かアレンジを加えるっていうのはないですけど、うん、もうあのタバスコをアホほどかけるぐらいでパスタをゆでるんですけど、うん、塩ないやんとかあ塩ねお湯の中に塩入れんとね、うん、塩ないやんけ がまあまあまあえ塩は塩は。ワカンワカンでワカン。一回目はね。一回目。もうで、あの普通の鍋でなんていうんですかね、あのラーメンとかやるような雪平っていうような鍋ですかね。取っ手がてはいそれやったんですけど、こう入れる時にこう飛び出ちゃうんですよ、パスタが横に。 入りきれないいですねっちちゃほんでちょっと先情報が出たりするんでコロアかんいて鍋買いに行ってパスタすごい。でもあんまりおっきいのはいらんからちょっと縦長でパスタの絵が描いてあってあこれええやんかっていろいろ見たら結構鍋とか高いんですね結構高いほんまにでその中でも安いのでも安いけどこれフットコーティングとかしてるやん分そういうれ。2,000円ぐらいで買って。 上見たら何これ万超えんねやみたいなのはね。はい。すごい多分熱伝導率とか、あ多分そうでしょうね。違いやと思うやけど。はい。パッと見は僕のコータなんか表がねちょっとエンジ色で、でなんかフッ素コーティングしてて両方もうガスも I H も全部いけますよみたいなのが良さそうなんですけど、なんかつるんとした普通の何の偏てもないのが高いということはやっぱそういうことなんでしょうね。やろうね。その辺の違いやけど。 パスタはでも本当にあのお湯が多ければ多いほどいいので、そうですね。深い鍋でしょ。でもそれで十分です。で塩も買って、塩は入れてください。味がないから。パスタ。で塩買いに行ったんですけど、あのちょっとちっちゃい瓶がなくて、ちっちゃい瓶って何あの普通のアオリイタみたいな。あー。なくてそんな洋さんいらんわと思ってて。一キロとかね。でもそこって結構そういうあの。 飲んを売るスーパーやったので、ええ、のなかって、はい、中ぐらいのしかもちょっとあのジップロック的なんがついてるやつを買いましたじゃあや<れ>しけへんしね。 あれどのぐらい大さじに一杯強ぐらい結構多めでいいと思います多めでね入れてガバッと入れてやっぱりあの塩入れた全然ちゃいましたからちっちゃかったですほんならもともとソースはそのまま温めただけそうですほんでタバスコタバスコ入れてあっただからこう湯がきながらこっちチンしながらうんツッとか言いながらちょっとやりました食べてくれた使い切っちゃったもう使い切りましたあっほんならもともとソースは残ってないのう最初ははははね四分のの一こややっったんですいいい冷凍つて もっとたっぷりめかなと思って次はこうなってんのこうもうちょい一個みたいなちょっと斜めにうんやったらちょっと多すぎて、うんうん、量が、はい、ソースが多すぎたソースが多すぎて <laughs> <ー>で残った分はまああのちょこっと割ろうかなと思ったんですけどもうこれそのままでちょうどえい,いぐらいかなそれが一番適量でしたそうやって何回も重ねるうちにね自分のいい量をこうありがとうございます<ー> いやすごいなあんな僕はもう湯がいてチンするだけですけどいやいやいや一から素材をね、うん、もうそんなんもあの簡単にできるもんですけど、うん、あの今度は持ってきた時に作る時にベーコンをちょっと切って、うん、そういうのがねなるくさいねこれねそれをフライパンで炒めて、うん、フライパンもありませんね <laughs> フライパン。ありません。でも、片手鍋あるんだよ。はい。それでいい。それでいいよ。え、ひつきません。ちょっと、サラダ油、サラダ油がありません。変えよ、それぐらい。大丈夫、ベーコンは自分の油があるから。あ、そうなん。まあ、そんないけ、ぎりぎりいけます。いや、だから、本格的にちゃんと料理をしようと思ったら、ないもんだらけやなと思って。包丁ないでしょ まな板ないでしょ。あじゃあベーコン切られへん。切られへんの。塩はまあ手に入りました。胡椒ないでしょ。胡椒買おいやだって使わないですもん。そのベーコンをちょっと細かく切って、一センチか二センチで。らさみで炒めてるんですか。ささみでいいですんなら。ささみで。調理用のね。ベーコンちゃんの自分の油で炒めて、ちょっとちょっとパリッとするぐらいまで炒めて、でそこにトマトソースを入れて、もうでもうぐずぐずやってきたらもうそれで味を持つで いやでもなんか茹でてあれするだけですけどちょっと楽しいですね、うん。 楽しいです。目覚めましたか？ちょっとだけね。はい、ちょっとだけですよ。古川さんはトマソース使ってください。そのまままたカチンコチンに凍ってます。どうゆうこと？一回やトマトに鶏肉のトマトに予うかなと思って鶏肉を買ってたら子供たちにトマトにでいいったら唐揚げがいいって言われたらか揚げです。出番ないやいやトマトに絶対美味しい。絶対あれ美味しい。合うねやっぱ煮込む時間が欲しかったんでちょっとちゃんと時間がある時にやろうと思って。じゃあ今 でもあのまま置いてるんやったらちょっと熱出た時にねタオル巻いてこう氷枕でこうええ感じやなうか食べ物やからないうもなそうかそうかそしたらさ今話聞けたら運動してるやん。ってことはあんまり疲れんようになったかなでも今は急に始めてるから筋肉痛がちょっと。 慣、うん、れるまでは、ねれるまでまあでもちょっとそれが心地よかったりするんですけどね、うん、聞いてるやんみたいな、うん、やってるからやななやってるやんみたいなのはありますけどね、うん、じゃあ最近、うん、例えば寝てて夢ってあんまり見ない、うん、夢見ないですね、えー、そやっぱり体動かしたりするからゃ、うん、しっかり寝てんのちゃう、うん、基本僕あんまり見ない、ね、見ないほう俺めっちゃみんな最近 <laughs> <laughs> この間広島行ってんやん、はい 三三部部作やで三部作,三部作って何ですか一晩に3回夢見んね <laughs> あ,あれってちょっと一瞬起きて、うん、そのまま「あ夢か」と思って寝てももっぺん続き見れたりしますよ、ね、言うですよ。うん、それがまたもうこの年やから、うん、例えば4時ぐらいに起きたら「うん、あ夢見たわ」っていうのと同時に、うん、トイレ行っとこうってなるんです、うん、で行くでしょう。はい トイレしながら戻ってきてああ夢見たなと思って寝てまたみんなトイレ挟んでも挟んでんね歩いてんのにそれトイレも夢なんちゃいますのシーツめっちゃめちゃなってなかったですかどねションんべンやねじゃあ一本目がでんか誰かのお通夜に行かなあかんってみんなで車分譲してタクシー乗んねんけど 僕乗ってるタクシーの方にロザンと一緒に乗って2人とで3人で乗ってる僕は運転者さんの後ろやねん宇治原君が助手席で菅ちゃんが僕の横やっての目的地あれ森口か大日の方やねんな方向が近づいてもう降りる時に 僕らねこのあとね一、うん、本営業入ってるんですよ」って「うんうん、でえあのお通夜のあとやのえらい時間遅いやん」みたいなもんやけど、うん、まあ夢やから、はい、でそのあと着替えとかをもっぺん持って帰って、うん、それから酔って帰ってあのその営業先行ってたら「うん、間に合えへんのですわ」って言うから「もうんうんまあ、ほんなんまあ俺預かっといたるわ」って。でまあ,あの来週また火,火曜日ぷいぷい来るし。うん その時に返すから毎日放送誰かスタッフに頼んでその着替え置いといてもらおうかって黒い服ね「そうしてもらえますか」って「で着替えるとこないな」って「どこで着替える?」って「もう車の中でいいじゃないですか」夢やからあんな狭いんけどなんか着替えてんの」「はい着替えました」ってパッパッと俺は受け取って俺が二人の服をバッと抱えた状態になった瞬間に菅ちゃんが「その服抱えてしもうたんやからもう僕らのマネージャーですよ今日から」 「何 <laughs> <laughs> 言ってんねんそれ」とか言って、はいね、今までは宇治原が「メス飼いでサーバント」って言ってたけど、はあ、もう今日からは山城さんやんって、はあ、山城さんがマネージャーやっつって,ってだからもう頼みますよこれ <laughs> なん何でお前そんな偉そうに言われなあかんねんとかって「はあ、<laughs> 俺お前善意だよなあの、ね、俺が持って帰ったので不幸とかって言うてんねんとか言って。うんその あののの夢中ででは感じやってる最初ノりやねん最初ノりやねんけどだんだん俺がそんなマネージャーとか飯使いとかって言われたら腹立つやんか「んやねんやねん」とか言って「わあ」言うてるうちにフって目が覚めたんや。とかと思ってトイレ行って戻ってきてまあええもう一回まだ寝ようと思って寝ました寝たらそのタクシーがいつも送ってもらってる大西さんっていううちのいつもお世話になってるタクシーさん あのいつも迎えに来てこうってでしょ、はい、こののラジオの時もねで大西さんの運転やって、はあ、でその時はもうロザンの話はもう完全に飛んでしもてんねんけど「さあほんな行きましょうか」とかって言ったら「うわっ!」とかって大西さんがあのちょっと2 0ル離れたところに人が立ってんねんけど、うん、でその人見て「うわっ!」とかって言ってんの「大西、はい、さんどなしたんやん」んっ,って。 いや違いまんね僕のね生き別れた兄貴がね、うん、たまにこんなんやってね俺にねなんか言うてきますんや」とか生き、うん、<laughs> 別れた兄貴、うん、そう穏やかやないな」うん、それはちょっとちゃんと話しとかない」いいやもうねこんな相手てさ飽きませんねー」とかって「うん、わ」って何答してる間に、うん、その兄貴がねピューって歩いてきて「うん、久しぶりやな」とかって。うんうん もうええねん山広さん送っていかなあかんねんごちゃごちゃ言わんといて」って「いやいや大西さん僕のことはもう気にしなはんなお兄さんも話があるんやろうから」って「いやこんな兄貴もういいんですわ」って「生き別れたっていつ生き別れたんや」って俺そんな長い付き合いの何も聞いてへんで「いやもうこんなもん兄貴のことね恥ずかしもんも言われるのも嫌やから」もういいんですわ」って何言うてんねん「おいちょっと話があるんや」って車の外から言って「話がある言うてないやないか」って「俺はこのままじっと黙ってるから話しながら」と。 でももうお兄さんも絶対いや絶対い嫌言ってわあでも兄貴と喧嘩が始まったんややめろお兄さん何してんやねんとかでわあって和訳じゃなってるところで第二話が終わる毎回揉めますやん揉めてんの。んこれで次起きたら6時半やんかせっかく広島のホテルでなパって横見たら嫁さんも一緒やったから隣のベッドで寝てるわよなそうやつや あんまり騒ぎ立てんのも嫌やな思てまた寝ようと寝たんや次は何か知らんけどいとこばっかり集まってんねんいとこ20人ぐらいおんね親戚がもうタクシー離れてんねんで晩の9時か10時ぐらいまで宴会やっててそのあのフルーツっていうかスイーツ食べたいなスイーツほんなら公的いいなって買いに行って僕らは部屋でまだ飲んでたんで帰ってきたら スイーツだけどちゅうことでそれこそパスタとかチャーハンとか作ろうとしてんねんおいちょ待てもう10時11時やで何今頃からそんなんすんねんなって「あけみちゃんそんなん作ったらあかんでやめとき」とかいいとこにあけみちゃんって言ってんねん知りませんけどあけみちゃんが「ええねええねもうスパゲティ茹でんねん」何ゆでそんなのこんなお腹いっぱいあるよなスイーツどころかこんな時間からパスタなんか食べたら太るで」とかって。 えねみんな食べようやほんとほんとにいとこもみんなわ食べよう食べようとかっうわ食べてガーッてわ完食してしまうたな完食やみんな全部食べてしまうたなああってうわ三部作の最後にしてんか楽しい夢で終わってよかったなあと思ってハッと目開けたら嫁はんがクッククック笑れてんのよ。だから俺が 多分寝言で言ってないよ、ずっと。<ー>あ。んた何食べてたん。<laughs> うまいやないか、これとか。間 <laughs> 食洗のこんな時間に何すんねんとかって、全部言ってんのよ。その通り言われて。すごい。だから、一部二部三部なるに従って、全部あの浅くなって言ってるん、ね。浅くなって言ってんだよね。<ー>眠りが。感動、そうそうそう。う 僕だからそのなんでこんな時間からってまた口論になるんかな思ったらあ<ー>最後はいい感じさすがに口論にはなれへんかってんけどん俺疲れてんのかなだいぶ疲れてますね <laughs> だいぶ疲れてますよこんな三部作しかもはっきりと全部覚えてるのんそ<う>でその後また次の日かなんか大西さんにおだたから「大西、はい、さんって生き別れたお兄さんいてましたっけ?っ」いてばっかやろそのもん <laughs> そゃそやわ僕 <laughs> こっちで都合よく作ってるんですもんね はあ、関係のないね、<ー>夢が三つポンポンポンって、俺やっぱちょっと最近疲れてんのかなと思って、はあ。疲れやと思いますよ。先週末のことですけどね。<laughs> 広島のホテルで。こんなことがありました。<laughs> まあ、でも、お腹いっぱい食べたから、朝飯大浮きましたよ。花 <laughs> は減ってんがん。減ってるんや。夢の中の話。<laughs> それ夢か,か。ほんまに。 そういう時は、そういう時は流れやなこれ。こんな映画はどうでしょうか。自分で言いますそれ。流れや。ダンスの時間っていうね、映画がね、えっともうこれは吹切られてんのかな。あ、えっと昨日から京都シネマでやってて、明日から土曜日19日から大阪の七芸で10層の上映されるんですけどね、ダンスの時間っていう映画なんです。野中まり子さんっていう監督さんの。 時間シリーズ「何々の時間何々の時間」ってきて今回は第3作かなうもうちらっと見たんですけど癒、はい、癒さされれる、うん、だから俺みたいに心身ともに疲れる人間が見たらめっちゃ癒されるっていうかん、ね、なんかこう。 こう生きることっていうのは全てがこうダンスやという捉え方で。ということはそんな激しいダンスの内容ではないないです。水族館の人たちが出てきてその水族館の人たちにこうダンスをこうまあ教えたりとか一緒に踊ったりとかっていうえこれは誰やったっけ村田香織さんっていうダンサーの人が出演されてるんやけど綺麗やねもうなんかその線が、はい。<ー>かといって全然無理な動きではなくってこう。 例えば鳥がこう羽をこうバタバタさせてるのもダンス、はい、で気が風にこう揺られてゆっさゆっさこう動いてるのもこれもダンス、はい、でイルカが水族館の水からビューっと上がってきてあのー、なんだろうしその飼育員っていうのはあれ、うん、なんとか員、はいい、うん のの人の横をシューッとすり抜けていくのもなんかダンスのように見えるし、うん、でこの村田香織さん自身がお母さんの介護をしてんねんけど、うん、お母さん寝たきりやんねんけど手をこうゴーッと動かしてんのもこれもダンスっていうか、うん、こうなんかこう見る人の心とか体をバーッとこう開いていくっていう,うんあの見ているとそう自然に、はい、そういうだから,そうだから、あのー、介護してるとだんだんその煩わしさとか。う 思うようよにしてくれないからそういったものもこうふっとこう許せる、うんうん、ようなあの、まあ、捉え方っていうかな本人がそういうふうに多分これ皆さん見ていただいたら、うん、そんな気持ちになってもらえるんと違うかなっていう<ー>、えー、映画でして、うんえー「普通の人たちがダンスで変わっていく時間」。 心と体を自由にするドキュメンタリー映画なんですよ。んそんなそんな感じの第一で今これ村田香里さんとさ、のびやかにこう踊っているシーンがありますけれども、一回まあこういうのを見て癒されていただけたらなというふうに思います。うもう一回言いますと、えー、っとこれ十七日って昨日じゃなくて京都は来月ですわ。十二月。十二月。十二、はい、月の十七日の土曜日から京都シネマ。 この1一日と翌18日の日曜日には野中真理子監督と村田香織さんの舞台挨拶もあります。はい、それから明日ですね11月19日からは大阪第七芸術劇場で上演されておりまして明日の時の午後3時の会には野中監督と村田香織さんの舞台挨拶もあると。 いうことですので、はい、まああの時間シリーズの三作品目なので、えー、楽しみに待っていた方もおられると思いますので、えー、もしよければ一度足を運んでいただけたらなというふうに思います。はい、えー。まあ私もこれをそうですね。<て> <laughs> ちょっと踊ってみたりなんかしながら癒されますわす、ねうん、お疲れなんでしょうね。 本当に本当に何かね何かやり取りは今から考えてもおもろかったけどなそんだけはっきり覚えてるの珍しいね俺夢はっきり覚えてんねんだから昔若い頃なんかでも女優さんと二人っきりの夢とかものすごいはっきりしてんねん だからほんまに俺こいつと付き合うてんのちゃうんかへえ幸せやでほなもうその次の日からドラマとか出てる女優さんのを見る僕の目が変わってるもんはあ意識するって言いますよね意識するめっちゃファンになるうんええやろまあ別に夢ですからね自由です自由です自由にな夢やがなう夢をな自由に見るんや スチさん夢見ないか僕ね、あのー、結構同じのというかんだろうなあの空飛ぶ夢を見るんですけどあ<ー>大っきな段ボールあー、あのー、冷蔵庫とかが入りそうな大きな段ボールがベタンベタンと折られてやるやつをスイミングスクールのビート板みたいに持つと飛べるっていうのを何度も見ました。あ,<ー>あれを持ってとととと 走るるととスーッと浮いて飛べるんですよでもあの「飛べんねん」って言って見せようとしたらうまいこといかないですなんとなくふわふわっとするんですけどあれ思うようにいかんなっていうのがなんかね今思うとなんか体がうんうんってなってあれで目がパッと開くと金縛りみたいな感じなんだな。<え>なんかその うん体が自由機関というか<ー>夢の中でそんな感覚がありましたねなんか解き放たれたいっていう気持ちがあんのかな、うん、なんか夢の本とかよくありますよね、うん、それで見ると、うん、空飛ぶ夢っていうのは結構現実逃避とか現実逃避ねって書いてあります、ね、ああそれはあるやろ、うんうん、歯が抜ける夢はなんかいいって聞きましたねえーうん 歯が抜けるのは、なんか次へのステップみたいな、成長によってもね、ありますけど。だって、それは入試やろ。いやいや、あります。私も大人になって。なんか、大人になって抜けるのが。歯抜けたと思って。なかなかの量抜けることない。そんなこと。バラバラバラみたいな。夢でやろ。ほな、めっちゃええんちゃう、それで言うたら。いいんですかね。いや、だっていいんやろ、歯抜ける夢。って書いてありましたけどね。 ほななんか知り合いの人が行き別れの兄が出てきてどうのこうっていうのはどういう状況の時にそんな夢が登しますかね。どうします？え？文ペン話した時にいやこの間あんなこと言いましたけどその兄貴どんな感じでした？すごいでぴったりでみたいな実はね山宏さん今まで黙ってましたけど僕には 息が上がれた兄貴がいまして、うん、っていう話、それ俺なんか、ね<え>、それで商売できるじゃん、ね,ねえ、なんかそんな映画作ってくださいよ、もっと見てくれ、もっと見てくれっていう、そう今度は母の夢を見てくれみたいな、なんか知らん、見て,見てくれ、その人の。 身内のこととか会いたい人の夢をなぜか見るみたいな。で夢で見てその結果を報告する。最初は遊びで喋ってたらなほな言ってたらだんだん。これが現実なわおもろいなそれ。見てくれへんか見てくれへんかみたいなどうですか。結構落ちが難しいですけどね。落ちは難しいなまだすぐには思いつかんけどもドラマでもなるかもしれへんね。ああもうズラの次のドラマで売り込ね 夢を見る男言って。いいですね。タイトルいいですね。うん、え、でもさ、最後、そう、見られへんようになったら、もう。そうそう、なんか、そこから<お>、ホーラーになっていくね。 ね、ホラーになります。<laughs> ホラーになりますか。怖いんなん <laughs> 夢から抜け出せなくなったりして。はあ。最後はやっぱ自分の会いたかった人の夢見る見ていくんちゃいます。だんだんなんで人の夢ばっかり見んねやろうみたいな言ってて。はあ、うん。最後はもう普通に。いやそんなもうハッピーエンドにしてな。ハッピーエンドがいいと思います。僕も。そうだろう。うん、俺もうそう最後な怖いの嫌やね。そう。 何それっていうの。最後に、なんちゅう気持ちにさせんねんみたいな、たまに映画って、そのラタとかあるやろそう。もうええねん、あの、ハンカチ黄色いハンカチがぶわっと並んでるもんで、いいね。そう、もう。ね。うん。話だね。二十六分。もん今日も学校でございます。怒りの投稿、街中モンスターハンターでは、皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお送りください。そして。 山本社交クラブ皆さんの恋の話、うん、最近若い女性も多いですけどでしたね,ねお送りください、えー、さらに「ピカイチカチカン調査これどやねん」ではリスナーの皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください、はい、私たち3人がどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には何でもちらちら写せる大人の黒い手鏡をプレゼントしますさらに山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には「 山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしています。メッセージの宛先は、メールの方は、山アットマーク mbs 一一七九ドットコム、yama アットマーク mbs 一一七九ドット。M com。ファックスは大90 90、大阪零六六八零九の九零九零、大阪零六六八零九の九零九零です。 番組の公式ツイッター、アットマーク、山一一七九、そして公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンター。モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。はい。 おはがきでいただきました坂<ー>井のラジオネームとらちゃんの母さんが見つけたモンスターです、はい、この間電車で出かけた時です年の頃なら六十五歳ぐらいの男性の外国人の方が目の前に座りました、うん、英字新聞を広げて読んでいました見てしまったんですんその人は鼻をほじりその手を座席になすりつけていました それも何度も思わず浅く座り直しました。マナーも何もないですね。なんなの？もう座るの嫌になるなんなんやろ。うん <laughs> はい、病気やで。病気。これってね。<laughs> うん ちょっと考えたらわかることですからね。<ー>あとどうなるかね。なすりつけはしなかったですけど、今日まさにこんなあってね。うん、京阪電車で祇園から帰ってくるときに、うん、あの横並びで二人座るシートがあるじゃないですか。で、その男も僕も通路が座ったんです。通路隔てて隣に置。はい、はい、で、寝てたんですけど、ふとこう目覚ましたら、うん、もう一心不乱にあの親指で こうなんかやっとんすよう<わ>でなんかあのスマートフォンこう下がりながらでなんかあの指をパンパンとして下にこう落とすような感じでもう一心不乱にで気持ち悪いなーと思ってもっぺん寝たんですよパッとまあ起きたらまたやっとんすよ、うん、ずーっと。であもうそろそろあの着くなーみたいな時にさっきそっちが立ったんですね、うん。 僕より降り降る駅は手前で,で立つ時に僕見てるのを知らんとなんかこの指をこう通路にこうパンとこうまるでねあの面の湯切りするぐらいの勢いをピャンとこうしてパッと僕と目を合ったんですよ、うんあ。見てたんやみたいないや僕普段やったらそのまあ別に絵は目そらしますけどやっぱじーっと見たりましたもん、ね、<laughs> 全部見てたでっていう顔してなんかバツ悪そうにふわーっと行きましたけど。 なんやねお前それ部屋でやるって自分の部屋で<え>お前やな<え>しかも周りが見て気持ちよくないじゃないですか一番気持ち悪いパターンや、ね、それキャッチャリーは何か言うてこいよぐらい思いました何<ー>か言うてきたら言うたろう思って、うん、どんだけほんと「いやティッシュでいっぺん掃除したら」って言おうかないうぐらい何か言うてこいって思いましたも、うんほやな ちいや親指でパパッとサンドちょっと分からんでもないですけどいやかゆかったりするからね。はい、ちょんちょんとねやりますけどなかなか掘ってましたよ。うんうん 鼻の中って、あの粘膜、傷つきやすいからね。しかも今乾燥してますから。鼻血出たらどうすんのやろ。ほんまに。さすがにそうなったら、もう自業自得やもって、ティッシュ持ってても、加算取ったろう思いますもんね。加算で。ね。それはそこまで。ただやっぱボトボトってなって。しい出てたらかいな。いや、まあ、最初加算取ったろうと思いますね。 ある程度自分のズボンやシャツが汚れてからそっと飲んっつってそうなるわ言うて自業自得ですわなはっきり言うていやこういうのね目の当たりにするの一番つらいねそれが鼻掘るなよ外で本当にねお気の毒でしたねえ「ハレンチナース」 カレンチナース <laughs> <ら> <laughs> さんが見つけたモンスターですー子供と映画を見に行った時の話です、うんうん、隣に座っていた女性がずっと携帯電話をいじっていました、ね、多分興味のない映画に付き添いできていたのだと思います私も子供も集中していたのですが暗い場内その女性の携帯電話の明かりが眩しくて後半からイライラして全く映画の内容が頭に入って こず集中できなくなりましたすみません携帯が眩しいんですけどと注意をしましたおおえらいえらいすると電話の明かり越しににらまれチッと舌打ちされましたう<わ>その女性は携帯電話を自分の方に角度を変えただけで最後までやめてくれませんでした<ー>ものすごく後味が悪くせっかくの映画鑑賞が台無しになってしまいましたうん,うんちゅうやつやねほんまにこれね今ね ダメです明るいからね。明るいですね。スマホは特にね。なんだろな。そんな全部言わんとダメなんですかね。そのあの通話はもちろんダメじゃないですか。音が鳴ることもダメ。でも劇場とかやっぱり目立つんですよ。あと暗転になった時とかに。ものちょっとね。まあ少ないですよ。一人二人おるんですよ。パーンと。いやでも暗転中もやっぱりちょっと。 みんな気持ちが入ってたりするじゃないですかこんなんやったな次どんな展開になるんやろう、うん、現実にパンと戻すじゃないですか、うん、なんかそんなんていちいち光も何々なんでやめてくださいとかって 言わなあかんかみたいなねだからまあ言ってないんやろうけど何やったら言ってくれてもいいけど最近のアナウンス入れますよ入れます私たちあの五分前アナウンスって生で読んだりしますけど明かりが気になる方もいらっしゃるのでやっぱりみんな気になってるメールの確認などもご遠慮くださいそれはありやねやっぱスマホ明るいもんね確認するでも例えばカバンの中でちょっと角度をほんまね 光が漏れんようにちょっと見るとかでももうそんな配慮する人はまあまあよっぽどのことはない限り開けないわそういうところではまあそれもそうやけどハレンチナースっていうのは何がその何なのこのラジオでこの方がっていうことかなハレンチナースって。 っていう自己申告やとしたら、うん、この人はハレンチナースなのご自身のことを言ってるんですかね人呼んで、うん、ハレンチナース <laughs> 参上なのかうん。それがちょっと気になったけどねもうそこはさらっと 書いてありますからねサッとですからあんまり深掘りはしませんけれまあもしよろしければまた別の形でそうですね。どこがどうハレンチナースなのか教えていたものすごい気になるわ気になりますよねスマホの光よりも気になりますよね実はそっちが気になったんですけどね映画始まる前に私あのハレンチナースなんですって言われて始まったらもう映画どうでもええわ何がハレンチナースどこがどうなんやろう 神戸市のバナナコさんが見つけたモンスターです、はい、私は高校3年生です<お>今日バイトの人に言われたことで少し傷つきました、うん、それは私が何かを指摘された後ありがとうございますと言っていたのです叱られた時にね、うん、いまあ、言いますよね、うん、するとそのバイト先の人に ありがとうございますは余計だと言われたのです<え>私は礼儀として言っていたのでそんな言い方をされるとは思いもせずかなりショックでした、うんうん、なんでそんなことぐらいで怒んねやろなありがとうございますうんう、まあ、いやだってその注意指導でもあるわけでしょ、うん、怒られることってうそう言われて、はい、あわかりました以後気をつけますありがとうございます、うん、ってこと違うの、はい 指摘してくれてありがとうございます。ね。なん、もう、なんか、なんやろ、何もかも気に入らんやろな、なんか知らんけど。なんかあったんかな。なんかあったんやろな。なんかあったんやんと思い。うん。そう、あなたがどうこうじゃなく、その人になんかあったんです。きっとそうですよ。なんか、何にされても腹立つ日やったんです。これ、なんやろな、この会話とかの、なんか、最後にこういうとかって。その。 なる今のは失礼や失礼礼やじじゃゃなないいとかってまあ,あるじゃないですかでもちょっと自分のルールみたいなもんもあるじゃないですか、うん、だからそういう時に「それいらんやろ」まあまあツッコミはありますけど「うん、今のなんか変やん」とか「何なん今の一言」とかって言いがちですけど、うん、こういうのもちゃんと「あ多分この人はこう言うたけど多分この人の中ではこういう意味で」 こっちはそう捉えたあかんなって思えんとダメですよね。うんうん、<laughs> そうですね。あれなんか反省してます？あのー、<laughs> あれですか？うん、新喜劇の若い子たちに言ってますか？うんまあ、たまになんかこう、うん、あ,あるなみたいな。うん、いや今はそうなんいらんでとか言ってまいがちやけど、向こうはそういうつもりじゃないんやろうな。でもまあ、うん、そこだけ捉えるとそういう、うん、僕も間違ってないねんけど、そんなんもひっくるめて言わんほうが。 かいいのかなとかねなるほど,うなるほどそういう時あるよね確かに、はいうん、まあでもそれは立ち止まって考えてる分、うん、もう次からはまた対応変え,るや変えられるやんす何にも考えへんかったらまた次同じように接してしまうや、うんそれとはまたちゃうからええんちゃう政政政府府府やでですか うん後で悩んでるだけね、うん、これ言った人絶対悩んでないもん,んい、ね、悩んでないね腹立つな何がありがとうございますやで終わってるからね、うん、あのー、多分この子高3でしょ、はい、で言ってきた人はこれ夫まあ多分ベテランが、うん、ね,ですね、はい、まあ社会人やとしたら、うん、まあだからあのこんな大人にはならんとこと思,え <laughs> 思ったら一つの大きな収穫だったという、うん、なんか怒ってる時にね するやつがあったんで怒られながらそれはちょっとねでみんなからもやっぱり「何でお前怒られてニヤニヤすんねん」僕も大きいねお前何でニヤニヤしてんねん」って「いや僕ね違うんですよ」って「そういう時にねちゃんとした顔ができないですもうだから普段からニヤニヤしてる顔なんです」っ言われたんですあそうなんやほなしゃあないなって言ってて今度新喜劇の時に舞台中に「 シリアスなシーンではやっぱりオフの演技をしとかなあかんと、はい、やっぱりあのチンピラが来たらみんなが怖がってないと次こうアホなこと言った時にこけた時の落差がないから、ね、ヘラヘラしてたらいやもう 変なこと言うって分かってるやんということで、はい、ビビらなあかん、うん、ニヤニヤしてたんですよで「<laughs> お前さあれニヤニヤしてるシーンじゃないからピシッとせなあかんで次からやりや」って次からできたんですよ<ー>ほんなら,ら <laughs> 先輩に怒られてる時もピシッとできるがなという話 <laughs> お前できるやんけ言うてちょっと怒ったことありました <laughs> なるほど。できるやんお前あっこではできてんからよう考えたらお前おかしいやん 僕ね、<laughs> できないんですよって言ったけど、できたやん。できてるな、それは。うん、それはできてるわ。そう。それはそいつがアカンわ。ヘラヘラしとるんですよ。だから、それこそ。 いたやんいつもヘラヘラ舞台の上でしてる人って昔そういう芸やったらまだええよだからできへんねんからできないんですできないからそれでいつもどんな時でもヘラ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 ってしてるのはそれはそれでいいやんすかでもそれあかんねできちゃったんでできてもうてるやんよできてもうたかバレたなそいつはバレたんですねバレましたね 目離してあかんなと思って、せやな、今ちょっと注目してます。<laughs> ね、閉めるとこは切ったねあ。あ、じゃ、なんで怒られてる時に笑ってまうんやろな、そういう人って。ね、いるよな、確かにいます、ね。別にその子に悪気はないんやろうけど、うん、こっちからしたら、お前ちゃんと聞いてんのかって、うん。なるもんな。うちの奥さんもそんなタイプなんですよ。ちょっと喧嘩になった後で聞いたら、めっちゃ笑けたって言うんです。よめっちゃキレてるやん。 こ <laughs> こんなことでもう笑いそうやったわ」ってあとでよう言われるんですよ。で<ー>マジかあの,あの真剣な話してる時に俺そう思われてたんやって「<ー>めっちゃキレてるめっちゃ同じこと何回も言う」「<笑>,笑けたわ」って言われるす <laughs> あでもそれって、うん、ほんまのもう衝突にはならへんからええかもからんで。 ああまあまあ確かにね奥さんの方の心持ちとしたらそういう観察に途中から入ってるからそんなまたまた怒ってんねや余裕があるということで僕に余裕がないんでしょうねそういうことですね結論から言うといやでもまあ今日もねいろんなやっぱりいますなモンスターがだから大人もみんな正しくないってことですよ 高校さん先生の方がちゃんとしてる。うん,うん、ねね、うんねね。はあのこれで一つ成長しました。はい<う>。この方もね,ね、えー。皆さんも街中で見かけたモンスター情報をどんどんお寄せください。光の投稿。街中モンスターハンターでした。えー、今日一曲いつもこのタイミングでかけますけれども、はい、今日はあのボブディランはい、えー、はい曲あのノーベル文学賞ね。 いやー受けるんかいけへんのかえっていうのがあって、うん、<laughs> やっと受けるっていうか受賞はするけれども受賞式には行かへん。こ、うん、へんのかです <laughs> ね、はい、そうですね。来んのかなまでこっち言うて。<laughs> 吉田豊ですよ。どっかでそれやって。やってやどっかで。しかもその理由が戦略があるからって。誰と何の約束なん。でいや、それほんまに戦略があるとしたら。その相手方ものすごいプレッシャーですよ。いや、行って。いって、うちの。いって。もう次の日でも一週間後でもいいから。いや、うちで鍋するだけやで。いって。プレッシャーやわ。意外にでも、まあボブディランさんの。 ことはよく知りませんけど、はい、性格はでもなんかそんな大切なことでないことであってほしいな逆に。理由それみたいなだってなあんな授賞式行って、うん、他の分野の人たちまあまあ文学者は別なんかとか知らんけど、うん、あの食事もするじゃないですか。すごい晩餐ねでしかもドレスコード厳しいでしょ、うん、ああいうんそんなところに行って。 普通に食べてるボブ・ディランってなんかあんまり満たないなっていうあ、うん、なるほどね別にそんな受賞式は僕にとってはっていうぐらいの気持ちで会ってくれた方が鍋してほてしいですね、はい、鍋そうで,すねねでまあ自由にな,りなろういうような曲で1960年代にボブ・ディランが出た頃の「えー、I shall be released」っていう曲でこれはあの。 日本語の歌詞をつけて大塚雅治さんがあの男らしいってわかるかいっていうねえ曲を歌ったりしてそれもあのヒットしたんですけれどもえ次の日曜日に三郎さんとライブするんですよはいそのおまあライブで僕はこれちょっと弾いてみようかなというふうに思っておりますえボブディランでアイシャルビーリリースと山本社交クラブ来ます来ますか<え>いやーありました <laughs> なかなかすごい色っぽいタメトでしたね。<ねえ S 1> <laughs> いや今週ねちょっととある大学に授業しに行ってねっ、はい、終わってから学生さん何か質問を聞いてたんですけど最後に残った子が欠かさずラジオを聞いてますって言ってくれて、うんうん、か愛らしい子だったんですけど「<ー>あのー、手鏡もいくつか持ってるし<え>クオカードも持ってます」って言われ,て,れて「ちょっと待ってラジオネームラジオネーム何?」って言ってそれは絶対言いません」って。 いやマジでクオカードを持ってるということはすなわちこのコーナーでメッセージを読んでいるはずなんですよ。だけ絶対どのメッセージが教えてくれへんか。しかも最近ですよ最近そうです始まってからですからねクオカードが二ヶ月ぐらいそうですかねそのまねね女子大生可かった可愛かった。 どの話やろうと思ってぐるんぐるんして多分今日も聞いてくれてると思いますけどマジかよ初めてだからあなたのスマホでちょっと一緒に写真撮ろう <laughs> <laughs> よかったで、ね、でその写真を僕たちは見たいやん <laughs> 見たいわ初めてメッセージくれた人に生でオ <laughs> うたー。わ、うん、ドキドキしますね どこやろ。ね、だ大学生やろ。大学生。大学生も結構も、ね、来てますよ。<ー>はい、あ。今日も18歳高校生からご紹介します。はい,い、ね。京都市の惚れ体質さんです。<laughs> <laughs> 18歳で高校生なんですが、会う男の人みんな好きになってしまいます。<laughs> 1一回会っただけでも優しくされたり気にかけてくれたりすると家に帰ってからもドキドキしてしまいます小さい時から人のことを好きになるスピードはこんな感じで好きな人が何人でもできてしまいます自分でも本当に好きって気持ちが何なのかわからなくなってしまっています少しでも構ってくれたら好きになっちゃいます同級生の子にこのことを話しても理解してくれません ドキドキと好きは別物だよって言われたけどいまいちピンときません、うん、この前もノートを見せてくれた同じクラスの男子がいて今その人のことで頭がいっぱいです <laughs> <ー>でも他の男子にまた優しくしてくれる人がいたらその人のことも好きになっちゃいます厄介やなこれ <laughs> <laughs> まだ誰とも付き合ったことがないから惚れやすいのでしょうか,そうかこんな恋愛体質の私どうしたら本当に好きな人を見つけられますか また皆さんはどこを重視して人のことを好きになりますかどこ重視って言われても <laughs> <ん>それはまあねえ表向きそれはやっぱり内面とかどのこのって言うけどうそれはやっぱりね自分にとってのドストライクな顔とかってあるやんあ見た目ね見た目そ,それもあるしやね他どんなとこかな ふとした時のなんかこう色っぽさとかな。うん俺なんで自分のことこんなめちゃめちゃ。<laughs> <laughs> どこ重視やろうな。でもまあ楽な人やろうなう。楽な人。楽なという。楽な人。楽そのずっとドキドキするようなしんどくなるような人はあんまりね。えじゃあ見,見た目とかそんなんよりもそっちってこと？うん。まあ、見た目もありつつうん結果最終どこで選ぶねんっていう。 とまあな、うん、その見た目はもうコーツつけがたいと、うん、ねその中の誰かって言ったらその楽な人も、うん。<と> これ惚れ惚体質っていうのはねこれ治らないでしょこれでもねこんな幸せなことないですよね、うんまあ、それはそうやどれ誰見ても「わこの人いい感じこの人素敵って思えるなんてんそんな幸せなことないですよ、ね、例えば将来もし失恋することあるでしょう、うん、もしっていうか絶対であったってもう立ち直り早いかもしれない,早い,と思います早いなでもね、うん、この子 この彼氏になった人大変やと思うわ。<laughs> いやこれね、付き合ったらもうその人ばっかりにはならないと思うんですよ。かな。そうですね。でもね、付き合ったことがないからそういうふうに言ってるのかもしれないね、うん。あ、実際本当の恋愛を知ったら変わるという、ね。変わることもあるでしょう。うん、そのいつまでもちょっとしたことですぐに惚れてるっていうことはないでしょう。<laughs> でもいますよ、そういう人。 うん、心にブレーキをかけてね。<laughs> ブレーキ読まへんねんいう人います,、うん、すねどうしたもんかな いやーいいですよこのままで。でもいいですよねだからい、うん、いろんな人ののととこ見つけんの早いところでしょうだってこうデートしてても運んできた人がかっこよかったらうん、わこれとかっこいいって思うしいいなって思う店員さんがおる店があると楽しいですもんそれがいっぱいあるってわけですね。 販売とか営業とかそういうの向いてるかもね。うわめっちゃ向いてるやん。向いてるよね。その人を探し、そうそう。で、この人のためにこれを進めてあげたい。そう、そう市民になってできるやん。絶対いいと思うわ。伝わりますもんね、その辺のやつ。ね、感受性が強いことや。そうですね。うん。 だって逆の人いるでしょ。いつもなんか文句言ってる人。誰のことも文句言ってる。何のついても文句。ええとこ見つけえな。そう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 。そのこと思ったらなんて素晴らしい。素晴らしいね。うん。大丈夫です。そのうち20代半ばぐらいになってきたらいろいろ痛い目に負って分かってきますから。まあある程度淘汰もされていくんですよね。なるほどね。 説得力ありますよね古川稽古のいつも時期 <laughs>、はい、一つの壁はもう25円、ね、で30に向けて、ね、で30まではもういろいろ痛い目いっぱい痛い目にて、ね、最後。 ちゃんと落ち着くとこに落ち着くと、そういう風にできてるんやな。大体できてる、流れはでき、流れはできてると思います。いろんなタイプがありますよ、大体そういう流れです。大学の授業ではそういうこと話したんです。かそんなんでよかった、いくらでも喋りますけどね。いや、そんなもいいと思いますよ。聞きたいやろね。ぶっちゃけますけどね。だから、九十分ぐらいあるんでしょはい、九十分。ね、そのだから、最後十五分とか二十分は、そういうなんかぶっちゃけ、古川恵子のぶっちゃけのコーナー。 仕事ありませんかお悩み相談、ね。うん、お悩み相談。はい。ぜひ呼んでください。大学関係者皆さん。さ <laughs> いくらでも語ります <laughs> な。なので、気にせず頑張ってください。はい、続いては、岩手。えー、からいただきました。恋なしフダコさんです。うんはい 今私は恋愛はしておりませんがこの時期になると濃密な恋愛を思い出すことがありますそれは今からおよそ6年前当時20代半ば差し掛かりの私は恋なんかするもんか私なんて異性から愛されるような人間ではないと言ってやさぐれながら仕事の日々を過ごしていましたある日の午後よく職場で顔を合わせていた40代前半の方から今日休み と突然メールが来たのですうん、うん、その方とは話したり一度だけメールのやり取りをしただけでした<お>メールが来たその日は私の平日の休みの日、うん、はい休みですよ何かありましたかと返しました、うん、するとちょうどよかった俺も休みなんだカラオケ行かないストレス溜まりまくっててさ<ろ>私も暇だったのでいいですよと返信、うん、しかし彼は既婚者です ん心中穏やかになれぬまま車を走らせ待ち合わせ場所に行き彼をピックアップしてカラオケ2時間ほど歌って彼のアパートへ送り届け帰ろうとしたら「寄っていきなよコーヒー入れるから」と辺りを気にしながらアパートへそして突然「俺離婚したんだ気が合わなくなったというか性格の不一致そのストレスもあってさ急にごめんね」 頭の中は激しく大混乱私はそうだったんですかとかしか言えずだんまり、うんうん、しばしコーヒーを飲みながら黙っていたら「ちょっと寝室に来て」<え>と言われるまま<え>背中を押されて寝室へ促され行くと突然ハグ、うん、びっくりしていたら彼が一言「俺のこと気になってたんだよね」<え>。え 確かに彼のことは気になっていましたが、うん、既婚者ということで諦めていた私ななしかし誰から聞いたんだんその一言にびっくりと同時に涙が溢れました「うん、ごめんなさいびっくりして何が何だか」と話していたその時「目閉じて」と言われ頭の上にクエスチョンマークが浮かんだまま、うん、言われるまま目を閉じた次の瞬間、うん、キスそのまま彼と。 すごいな。優しい言葉とともにヒーターの音だけが響いていたのを思い出しましたわああかるわかるなんかその姿勢でし<スペ>ーヒーターねリアルやな<スペー>これリアルやな<スペー>このくだり、うんうん、それ以来しばらく職場の人たちにも知られるようお付き合いをしていましたが彼は職場を退職アパートを引き払い出身地の県外へ,へ<ー>遠距離となるものの 「いろいろ考えたけどろくでもない俺よりもいい人と岩手で幸せになってほしい」とメールが土曜日の職場での昼休みに届きました,た泣くのをぐっとこらえどうにか仕事をこなし帰宅して部屋で大号泣しましたあれから6年私はからその6年後私は体を壊してしまいその人と顔を合わせていた職場を退職してしまいました。 11月のカレンダーを見るたびに今どうしてるかなと不意に思い出してしまいますそれでも思い出すんやそうかまあねそれだけまあ気になっててうん急に「好きや」って「好きや」でもないんか <laughs> 俺のこと気になってたんだよねって言われてなかなか上から上からですね上かでもまあこの人のねあのこの人にとってはいい 美しい思い出なのでね、あんまり言いたくはないですけど。なんか、ね、ヒー,ターの音だけ聞こえてたやな、うん。最後メールでっていうのもね。はい、岩手の十一月は結構寒いでしょうからね。寒いですよ。なんかな。<laughs> なんかな。ふだこさん、かわいそうやな。なんかね。 二十代半ば。相手は気持ちわかるよ、十一月が来ると、まだね、思い返したりとか。やけど、やっぱり、ちょっと次進んだらどう?。ちょっとやっぱりね、身勝手ですよ、この相手の男は。だから、なんやろちゃんと自分の思いもきっちり。 伝えきれへんままなんかすごく消化不良なまま終わってるから今でもっていうことになっちゃいますよ、うん、ね気持ち的にねだから、うん、まあいい思い出悪い目思い出別として、うん、どっかでスパンと区切りがついてたら、うん、次行ってると思うんですけどなんかずっともや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 としてこの時期になったらっていういやだからそういう意味でもこの相手の男は罪深いですよ、うん、はっきり言って。うん、40代のすることはないよ、うん、ほんま でもやっぱり引きずったあかんと思うよはいまあまあ思い出は思い出好きだったその時のことはねよしとしてこれだってもし離婚したからって言って結婚とかなっててもなかなか大変やったん違いますかねどっかでねどっかでうんそけどヒーターの音ってどんな感じ何のヒーターやろな何系石油ファンヒーターかガスか

あそうですね思い出すから音の違いなんかそうそうそう全然違う音のそうしましょうはいああなんやろなもうやっとしましたねこのまとめねなんかだからそのいい感じの思い出なのであんまり言えないというかねそうやねそこまでだからなんか 変なこととされたたかかどうしらいいですやったら「いややめときなれ」ってなるんですけどもう住んでることやしねやっぱりね本人の中でやっぱりまあまあそれなりにいい思い出だしだから11月のカレンダー見るたびに思い出していたのをこうやって私たち知らせてくれたことで一つ成物と言いますかそうですね。 これを区切りにして、いいんじゃないでしょうか。うん、もう次にね、進みましょう、はいうん。ね、いろんな大人の恋愛もありますよ。そら、はい、はいえー。また来週も皆さんからの大人の恋の、えー、物語、えー、お寄せいただきたいと思います。以上山本社交クラブでした。近い地価値観調査、これどうやねー。よいやじありがとうございます。 し人とも上着を脱いで、うん、い <laughs> <laughs> まずは奈良県のホワイトさんのドヤネンです、はい、私の旦那はパスタにご飯を出すと炭水化物炭水化物やんと言います、うん、また別の日にパスタにご飯とちょっとしたおかずを出しました、うん、するとだから炭水化物炭水化物やからと言われました、うんうん パスタスパゲッティにご飯は a あり b なしうん、うん、<laughs> スパゲッティとご飯 a がありの b がなし、はい、スパゲッティに白ご飯は a あり b なしさあどっち、はい、せーの b 三人とも b ですね,ねこれはもうやったことがない 俺もなないです、ね、大学時代に友達7人ぐらいでファミレス行った時に友達のヒロミって男やねんけどヒロミがミートソースにライスって言ってみんなが目手になったぐらいやったからやっぱりもう30年ぐらい前にやっぱそうですよ昔も今もそんなに食べないねえいら、うん いらんなご飯はねパンは食べるけどパンはつくねラーメンやったらいるよねご飯やねつけんねったら欲しいですねご飯ね欲しいなるでしょうでお好みもそんなに僕はしないんですよよくこれって言うじゃないですかご飯焼き定食でもあんまりせんけどあったらやっぱりソースが濃いからご飯欲しいなるちょっと休憩したいんですだからやっぱ アワンで考えると他の合うんですけど、うん、パスタ合わんでしょうパスタご飯んは食べんなんマカロニグラタンにご飯ーああこれありかもな <laughs> あでも僕はパンやなマカロニグラタンは、はい、パンですねまあパンでもご飯でも飯食べれんことはないギリ,ギリマカロニならギリうん パスタも種類によりませんあ、ちょっと歩み寄ったねいや歩み寄るな,なんやろうなまあないか例えばどんなパスタ例えば、あのー、トマトソースのやつねこの間いただいたやったらご飯いらないんですけど、うんうん、いらんなカルボナーラとかカルボですか、うん、ちょっと濃いう感じカルボにご飯あでもいらんな結果いらんよなうん 和風醤油味系。ああ、でもいらんな。明太子。いや、もう。でも、いらんわ。やっぱいらんわ。ないです。いらんわ。逆にホワイトさんはなぜご飯をつけるんでしょうね。うん。炭水化物、炭水化物。好きなんや。ろなだから、これは。人それぞれで、そのお好み焼き定食はカムトロンさんも絶対あかんって言うやん。うん。うどん定食も嫌や。うん。 でも僕らはまあ食べるやん。はい。それと一緒ちゃうの？慣れなんもう物心ついた時にこれが当たり前やと思ってるか。おとんおかんが食べてた。バゲティとご飯やで言ってやってたら。まあどの家でもだからよその家からしたらえっていうことってあると思うんですよ。独自のルールね。うん。ここの家は。 ご飯と味噌汁とスパゲティやったんですかね。だからその僕の友達のひろみは家ではみんなやってるって言ったもん。そういうことですね。まあ一辺もやったことがないので。あ、そうやね。決めつけはあかんか。意外とそうですね。トマトソースご飯は美味しいかもしれない。やってみる価値はあるのかな。ナポリタン。 ナポリタンもう一緒かだかちょっとパスタの量少なめで、うん、ちょっとソースの方が勝手んちゃうのぐらいの割合にしとけば、うんはい、ああソース余るもんねおかず感が出ますねそうしたら自分その僕のトマトソースを2回目あった時は多すぎたんで、うんうん、す,ですソースが、はい、その時にせずにご飯で作ってくれてた,れみたステンと僕全部こう食べたんですあソースだけを食べたんかいな、はい、食べた そうかその時にほらご飯ちょっと入れてああそうかほんで鍋で火あれしてチーズとかチーズ入れたリゾットリゾットやリゾットやリゾットやだからやっぱり麺を少なめにしたら食べれんことはないんや。 でも多分その家ではそういうことじゃないでしょうそうですね白ご飯なんですよお茶碗に入った白ご飯せっかくホワイトの顔立てたんや今でも多分ホワイトさんからしたらいやそういうことちゃいますちゃうんかいなイランお世話やったわあれよちょっとまあ僕らじゃないな俺ちょっとねうんせめてパンパンですなあ 続いては森口氏の高明さんのドヤネンです、はい、私は昔からお風呂に入った後タオルを使って風呂場の中である程度体を拭いてから脱衣所でバスタオルでちゃんと体を拭いています、うん、小さい頃から両親がそうしていてそれが普通だと思っていました、うん、でも私の友人は体がびしょびしょに濡れたまま脱衣所でバスタオルで拭くそうです、うん 皆さんはどうされていますか、うん、お風呂から上がる時、うん、A ある程度お風呂の中でタオルで体を拭いてから脱衣所に出てバスタオルで拭く、うん、B 体が濡れたまま脱衣所に出てバスタオルで拭く、うん、さあどっちでかの A B A あら ええ厳密には A とちょっと違うんですけど僕も違うんですよ A と風呂場の中で外からバスタオルを取って、うんうん、ふ拭いてから出るもう100%一緒です <laughs> <laughs> 僕も、はい、今はそれ、うん、<う>寒いから 寒寒いから寒いから寒いからら、はあ、浴室の中の方がそんなにその暖房入れないのでいでまあ浴室から出た時に「こんな寒かったんや」ってなるから浴室の方がぬくいじゃないですか、うん、するんですけどでもこの拭き方っっちゃい時そうやったんですよわかる今だからめっちゃ思い出うわそうやったわって思い出してる。 お風呂場の中お風呂場でちっちゃいタオルである程度拭いてもらってああ親になはいでそっから外出てまあまあもう乾いた状態でバスタオルをだからバスタオルがそんなボトボトにならないでも今はバスタオルになります僕は古川さんと一緒やから外に置いてるバスタオルをペッて取って閉めて中で拭いてやからある程度バスタオルはもう 塗れます,わ、ね、れますけども、うん、脱衣所のマットはそんなに塗れないちっちゃいタオルというか普通のタオルを使うことがなくなったというかなんで風呂の中で体洗うでしょうう体洗うのはまた別のもんもあるし、うん、で基本僕はあの手で洗うんですよ<ー>、うん、カッサカサなるんでななるほどだから 浴室の中にそういうタオルがなくなったなーと思ってち、ね、っちゃい時あったなーと思ってち、うん、っちゃい時は必ずその小さい白いタオルやったありました温泉でもらうような、ね、うあれええねちょうどそう分厚くなく,なく薄い、うん、感じで、うん、ああそんなんしてたなー <laughs> もっぺんそうし,いやそうしようかな,ー <laughs> なんでそんなズボラかましてなうんボトボトの体でな <laughs> 外出てない <laughs> いやでもボトボトなんでしょそやけ僕らはボトボトやけども中で,で、ね、中で拭くからだから僕も今は寒いからそうします寒い。 とか暑い関係なしになその中で吹いてででなそんなもん夏やから言うていやでもこれ悪いことじゃないでしょなんか僕注意されてますけど脱衣場の周りがな濡れんがそのあの地面がまあまあちょっとそれはありますよねいつからそんなズボラいつからやろうと思ってほんまにちっちゃい頃やってたの今思い出したわ ちゃんとしょ。だって子供お風呂入れることない？あります。あ、でも外出てからバスタオルで。そんなんやったらやな。その子はやな。うん、ずっと大きくなってもやな。外に出てからビショビショの体でバスタオルで拭いて、うん、床なばってこう濡らしてやな。うんうん、でもなんかそれいいですよ。そのそのドーンと出してボトボトなんでガーっと乾かして。 るガガるとととかか言うてちょっと動こうとするから何がそれの何がええの子供とのほのぼのした情景は浮かんでくるけどのの、はい、その時は、うん、子供、やはりじっとしてきていう時はもうある程度拭いといてあげんことにはボトボトのまま走り回るやんか、うん、そんな子が成長したらええな床ボトボトになっちまうやろでよそいって恥かくのお宅の子やで <laughs> 別に何もしてませんようちの子 <laughs> これがどうなるかもわからへんのに。そうか。やっぱね、お風呂屋さんとかね、旅館とかでね。そうやね。びしょびしょのまんま出ていかんように。ちっちゃいタオルを持ってたら、ある程度拭きますわ。はいはい。あの温泉とか、なんか行った時はそうです。もあ、やっぱりそれはそう、やっぱそう、あるから拭くんですよ。うん。そう。それやってると、あと楽やしね。楽。うん。確かに。うん。 あのその後どうするその小さいタオル僕いつもそのああ小タオルは洗面所に水張ってでシャバ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 ってやってほんで絞ってで持って帰んねんけどあ家に拭いたまんまになんですよちょっと洗いたいんですよちょょっと洗いいたでし 私がお風呂の中で拭いてうん、うん、もう一回そのなんかあのせあ洗面器お風呂の、うん、中でお風呂でやるべきやな絞って出ていく僕じゃあちょっと絞ってどっかバンかけて終わりですほらな、はい、そういうなん <laughs> <laughs> ですので当たりが強いな <laughs> タオルの使い方について。ちゃうや、そういうな。そういうところな、子供は背中見て育つやからな。こんなん、それで当たり前、ええやん、何がわかんねんのな言うて。いう子供になるでって言うと。細かい子にならんとってほしい。のでそれぐらい大雑把な方がいいです。はい。うん。性分としては、おおらかでいいんやけれども。旗が見たときにな。なあ、れ、思うでしょう。うん。まあ、ね。 まあ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 僕でもさっきどこで決めますかっていうとこあったじゃないですか。何何？あの異性ね。ああどこで？うん。あの細かくない人やわ。どういうことなんでかね。れで、もう大雑把で雑でぐらいの人の方が、ああもうこんなーちゃんとせなって僕が言いたい。え僕あそうなん。ででも気付いたら僕も大雑把になれるみたいな。 あもう雑な人にいやそれはあなたがきっちりしてるからやでそうそうそうだから、うん、あの同じきっちりやと行き詰まる、うんうん、ほんで同じきっちりやけどちょっとだけルールが違うから余計イライラするだからもううわーってやってる方が気持ちがいいうわーこれすごいな、うん、こ,うこうありたいけどでもできへんなと思いながらの方がいいああ<ー>、うん、それはないものを求めてるからそ,そうあの正常やと思いますかだからもう きちキチっと支払う人よりも、物投げるぐらいの人の方がいいです。まあだから聞きながら<ー>めっちゃ怒ってるやんって笑う奥さんを選んだ。そう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 ,<ー>そうなんでしょうね。うそうなんやわ。ちなみにあなたその夢で見るのをなんかさっきあのダンボールかなんかで、はい、っとこう飛んでいくって言ってたやんか。はい、あれなんやったっけあのランちゃんが調べてくれたやんな。姓、うん、にた関して欲求不満やったっけ？<laughs> え？ 性に対して欲求不満？性的欲求、性的欲求満たされてないから、飛ぶ夢を見るんです。へー、あら、そうなんや。満たされてない？今そんな見るかな？いや見た時期はすごいあの覚えてるんですよ。二十代の中盤？その頃は満たされてなかったですか？なかったんかな。 思思うようよにいかかかへんんんんっっっったたの <laughs> 分なななてて自がここ子え,えなと思ってる子はちち向いてくれずなででボールやったんやや話ですわ性的欲求ねー、うん、女の子と一緒に空をビヨッと飛ぶのが性的欲求満たされてないっていうのが。 正解らしいけどね。ああ、本当は。だからダンボールはそこには出てこないんやけど。ダンボール。ダンボールよりなんかひねった感じがしますね。なんかね。しかも大きなダンボールに乗ってんの。あのビートバみたいに持ってるんです。あ、そうかそうか。ビートバに持ってる。うん。 で女装をつけてふわっと阿部口さん女装してっていうか違う違う違うだいぶ複雑ですよです、ね、ほんまやなそれで今のスッチがスッチ子がいるんか <laughs> るんいそこにたどり着くのかまたトークがこれ最後であと10秒やもうこれそうでしたね、はあ、はい。 うん、娘はちゃんとあれせんとあかんと思うます <laughs>、小タオルを使うようにしましょう、<笑><笑>また来週、おやすみなさい、おやすみなさい、今日もお疲れ様でした夢の話を、はいえー、オープニングトークでしてで、その最後もちょっと触れましたけど、はい、スッチーの、はい、空を飛ぶ夢というね。うん その、飛び方自体はどんな感じなんですかその、ビート板のように段ボールを持って持つでしょ、うん、えー、それこそあの、ふわーっとこう浮いていく。うん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 。で、あの、なんやろうな。結構上空まで行けるんです浮かび上がってます。はい。で、操縦します。スー、っと。<ー>ふわりと空中に浮かび上がる夢。はい。それや。はい。えー、イコール、仕事運、恋愛運、上昇。ほー。です。 逆に低空を飛んでいる夢は疲労蓄積してるという,うだから飛べる時と飛ばれへん時とんんあその日によって違うのはいああそれバロメーターやわーでも空を飛ぶ時は基本そういう大きな段ボールを持って飛ぶんですよそしたら ちゃんと浮かび上がってるんですだからほんまねあの悲、ー、しりみたいな感じというかグーッとこう体に力が入った状態の時が飛べててないんんでですすよ、うん、だから疲れる例えば、はい、思い通りに飛べない夢は健康への不安とか、うん、あ高く飛ぼうとしても飛べない夢とか、うん、飛んでいて落ちてしまう夢とかっていうのはやっぱりあまりいいことがない、うん、ああ。飛べてる時はいいんですね あ見た時はふわっと浮かんでる時は仕事運も恋愛運もビュンと上手やから勝負かけてえと思うよなるほどイケイケの状態ですねイケイケのそうかと、うん、いうことでました誰ですかなんか性的な何なかって <laughs> 性的なって最後僕言われましたよこれは異性と一緒に空を飛ぶ夢、うん、イコール性的願望 そういうことですよね。うん、なんなんか最後ちらっと聞いた人からしたら僕ものすごいひねた。<laughs> だれ。そうですね、うん。欲望が満たされていない。君のダンボール抱いてみたいな。そうですね。昔のあの五坂きじゃないですか。うわダンボールで。ダンボール掴み。五十五坂木。ダン <laughs> ボール掴み。掴 <laughs> み。<laughs> いいじゃないですか、でも。まあ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 。ここに段ボール一切出てきてない。出てこないですね。なんなんやろ段ボール。っう段ボール。うん。なんでなんやろ。必ずですよ。そうですうん。きい違う日に見る夢はいつも段ボールなんですね。段ボール。空飛ぶ時っていうのは。こういう診断があるんやから、僕が言ったあの三部作のような夢も、診断してほしいですね、なんか、夢得意な人ね。うん。あんまりいい夢じゃないんですよね。 ちょっと揉めてますね。揉めてますしね。ああ、そっか。最後はめっちゃ食べるんでしょ？完食するんですか？めっちゃ食べてた。もう明美ちゃんがもう。明みちゃんがね。スパゲッティいっぱい作ってた。はい。じゃこれ差し上げますので。あ、大体わかりましたよ。アあとま最近は見てないんですよね。最近はもう見てないですね。うん。 見てくださいって言われても見れるもんなら見たい夢いっぱいありますけどね。夢ですからでもやっぱ仕事絡みの原稿もらったけど読まれへんとか舞台の袖に立ってマイク持ってるけど私今から出て行って何喋ったらいいだろうとかそんなんばっかりセリフ覚えてないのにマクマクっていうのをみんな見るっていう。 やっぱあるねね、みんなそういう、うん、どないしょどないしょういうのうん僕も昔ニュースやってるときに当時はまだ6時台だけやったよね、はい、でせやのナンバーシティの前菜をあを編集長と2人で食べてる夢やねん、はあ、うまいなーっ言うて「はあ、うまいですね」って僕も一緒に食べて「はあ、最高じゃんこのあんみつ」みたいな、はあね、おっお前山ろ、もう5時50分やで、ね <laughs>